見せられた者たちはもう行くところまで行くしかない。禁断の高速ステージ湾岸、そこで繰り広げられる終わりなきバトル、伝説の Z に引き寄せられる最高速ランナーたちの物語、それが湾岸ミッドナイト。ここはね、当時こう聖なる領域みたいなこう感じで走ったんですね。だからもう選び抜かれたやつだけがまああそこで勝負するっていうような感じで、でも当時はねやっぱ命かけてたね。いきなりは出せないですね。最初は、まあ、200キロ、240キロ、250キロ、やっぱスピードに応じたこう目に映るリミッターみたいなのを感じますよね。あ、ここで戻さなきゃっていう感覚がどうしてもありますかね。でだんだんだん乗り越えていくと、あ、こんな出てるんだ、あ、こんな回ってんだっていうのがね、だんだん体に慣れてきちゃうんでしょうね。そうするともう少しいけんじゃないなんていうのが危ない魅力なのかな。あれ、人を虜にするスピードという魔力と同時に、そこにはとてつもないリスクが存在する。まず車がね、異常にこう作り方が繊細ですね。だからね、逆に言うとつくば走らせる車の方が作り方全然簡単で、まあ、例えば首都高とか湾岸っていうのは同じ条件で常に走れないんで、こうすごく懐をねすごい深く作っていかなきゃいけないんですよ。時速300キロオーバー、そこはどんな世界なのか。単純明快でね、やっぱりパワーがあることによってスピードはトップスピードも伸びるし、それであと例えば矢田部みたいなものを走るとトータルセッティングができてないと、いくらエンジン速くても足が不安定でドライバーがアクセル踏み切らなかったりとかですね、そういうのもいろいろ経験してるん でそういうことをやってったら、まあ矢田部でね実際340ぐらい出てるんですけど、その時にやっぱタイヤ一瞬剥離して、たまたまもうそれはことなかったんで、まあこれ以上は無理かなっていうものがあったんで、まあ90年91年でアメリカに行って最高速やったっていう経緯がありますね。準小山氏は最高速アタックのメッカソルトレイクシティボンネビルで自らのドライブにより420キロという世界記録を樹立。最高速ランナー、夢の称号、AA ライセンスを持つただ一人の日本人なのだ。 Z で走った時のアメリカの時はですね、まだ道路的にはいいんですけど、今度やっぱりね出過ぎちゃうっていうのかな、若干の下り坂で、15キロぐらいの直線路があるんですよ。さすがにそれはタイヤ360キロをもう3分も5分も持続するっていうのはですね、多分タイヤさんの中に聞いてもまず不可能というような形ですね。そしてついに湾岸ミッドナイトテレビアニメ化。アニメの枠にとらわれない CG とアニメーションの合体によるリアリティあふれる映像で一世を風靡したイニシャル D 制作陣が再び集結。監修は土屋圭一&ホットバージョンが担当。悪魔の Z をめぐる熱きバトルが今幕を開ける。今回は、なんと、そのチャンピオンと、ホンダのエースと、迎えましてですね、今まで日本のマスコミがタブーとされてきた、最高速バトル、なんと、ツインリンクモテキのオーバルコース、バカだね企画者。普通の車を持ってきてそのまま走れるってもんじゃないのよ。F1 グランプリだってミシュランがボイコットするようなオーバルなの。分かってないよね。自分たちで走れ。俺は走れないよ。ワンガミッドナイトの漫画からそのまま持ってきました。じゃあ、いやちょっとね、僕初めて読んだんですよ実は。ちょっとその呼んだ車がここにあるっていうことはめちゃめちゃちょっと感動してるんですけども、だからこう漫画の通りに行くかどうか。行くわけないだろ。漫画
ぶつかってるシーンがたくさんあるけど、痛くないの俺たち痛いんだからね。ということで、はい、湾岸ミッドナイトが本当なのかどうなのか、うん、Z30 とはそんなに速い車かどうか、うん、これを今回は検証してみたい、はい、そのように思います、はいはい、非常に危険な超高速バトル、危ない、300キロでのバトル、ご覧ください。どうぞ。なぜ男たちはスピードに惹かれるのか。最高速のために生まれてきたマシンたちはモテギに集結。湾岸ミッドナイト実写版バトル開演。ある日、明夫は解体屋で S30Z を偶然見つける。その車はまるで石を持つかのように苦労しく走り、クラッシュを繰り返したことから、いつしか悪魔の Z と呼ばれるようになった。まずメカニカル的な音、ステアリングの感覚、キャブのサウンド、全体的な雰囲気とスタイリングと、もう言ったらキリがないぐらいな、うん、いいとこがたくさんあります。悪魔の Z 役に用意されたのは、スターロードが製作する L28 回 3.1 リッターメカチューン仕様の S30Z。 ツインターボ化は見送られているが、軽量シャシーと300馬力を発生する L28 の組み合わせは十分強力だ。まあ、形ももう本当に今にないすごいこだわったボディのプレスラインとか、もう離れられないですね。ステージは1周 2.4 キロのツインリンクモテギスーパースピードウェイ。担当ドライバーは土屋圭一。 S30Z モテギでどんな走りを見せてくれるのか。600m のストレートを駆け抜け、最高速は 204.2km。 200km、 210km。 湾岸の黒い怪鳥、ブラックバード。アキオの S30Z と幾度となく死闘を繰り広げるポルシェ930ターボ。ノーマルポルシェっていうのはスポーツカーでありながら、うん、高級車であるわけです。して、まあ、とりあえずいろんな装備ついて重たいんですよ。まあ、それ取るだけでももうスポーツカーになっちゃいますし、最高速も伸びますし、でアライメント一つ取っても後ろのね、塔なんかいじくったりするともう全然最高速5キロ変わったりとか、いろいろね、空力にしても何にしても、とにかくいろいろ情報分かりやすいんですね。書いてくれるんですよ、チューニングするにあたって。だからそれが喜びになりますよね。ブラックバード役はラフベルトのポルシェ930ターボ。原作と同じビッグシングルタービンを装着し、およそ500馬力を発生。ボディから足回りまで隅々に手が入れられたフルチューンポルシェの実力はどうか。担当ドライバーは伊藤大輔。すげえブースト。なんかあっという間に加速しちゃったよ。最高速は246キロをマーク。速い。石田義明のドライブによりブラックバードと好勝負を繰り広げた赤い羽馬。
地獄のチューナー北見の手により限界までチューニングされたフェラーリテスタロッサ。ズバリ直線です。直線だけでは、もし踏み切っていけれるんだらポルシェターボや、国産 そのターボチューの車にも、絶対負けないんじゃないかなと思います。テスタロッサの後継モデル T512TR をさらに改良した F512M。 テスタロッサに比べパワーは60馬力向上され、車重も軽量化が図られている。5リッター V12 から440馬力を絞り出すフェラーリはどんな走りを見せてくれるのか。装着タイヤはなんとフェラーリにしては珍しいブリヂストンの S タイヤ。リアにはですねサイズ295とバカでかいタイヤが入ってますが、その辺のバランスをチェックしながらも、正直こういうね普通の道を走る設計の車でねオーバーで走るのは怖いんでね、徐々に行きたいと思いますが。担当ドライバー11の評価は、おお怖いぞ俺は。おいおい、ちょっとフレームがねギシ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 動いてるのと、ちょっとリアタイヤが295に対してフロントタイヤ235ちょっとねプッシュするね後ろから。だけアタックしてみましょうか。アタックっていうかね、どのぐらい行くか行ってみよう。この練習決めちゃいますよ。それでは行きましょう。最高速は 228.2km でポルシェターボに及ばず。怖いと言いながら、G1 は結構踏んでる。今チェックが出たけど、この状況は最後は、ああ怖かった、やめこれちょっとタイヤチェックして大丈夫か見よう。